今回はこちらアドレス110の紹介をさせていただきます。まずはフロント周りからですね、一応ヘッドライトの方が LED に変わっておりますので、夜間の走行も比較的楽に走行できるかなと思います。フロントフォークの方がですね、オイル漏れ等ございませんが、整備の際にですね、漏れ等が発覚した場合はこちらもオーバーホールさせていただきます。でフロントのタイヤの方もですね、 IRC が入ってるんですが、スリップサインがですね、出てきちゃってるので、こちらもサービスで交換させていただきますので、ご安心してお乗りいただけると思います。でこちら2016年式のモデルなんですが、特に大きな傷等はなくですね、外装もかなり状態いい方かなと思います。でリアの方もタイヤがしっかり山がございまして、ひび割れ等も特にございませんので、ご安心してお乗りいただけるかなと思います。で一応こちらの車両がですね、2万キロを走っておりまして、前オーナーさんがベルト交換されてなければ、交換時期ですので、そちらも一応点検させていただいて、交換させていただきます。その他、駆動系消耗品類もねですね、ダメになってた場合は、こちらもサービスで交換させていただきますので、ご安心してお乗りいただけると思います。ではエンジン始動させていただきます。ない車両ですので、ご安心してお乗りいただけるかなと思います。ぜひご検討いただけたらと思います。